BS ヤングバトルは NHK 主催によるアマチュアバンドコンテストである。1990年から1999年の10年間にわたって開催された。NHK 衛星放送が本放送開始1周年を記念して1990年にスタートさせたアマチュアロックバンドのコンテストで正式な題名は NHK 全国勝ち抜きロック選手権 BS ヤングバトル。 当時はバンドブームの最中ということもあり、TBS の人気番組、平成名物 TV 活カス、バンド天国を意識してか、NHK 版イカ天を歌った。この大会は文化庁の講演により、日本全国から多数のアマチュアバンドの応募を募り、明日の若き音楽の才能を発掘するべくスタートした。ヤングバトルからは、ガオ、シャランキュー、ダイジ、マンブラザーズバンド、黒夢、 ポルノグラフィティなど、後に J-POP 界を賑やかすバンドミュージシャンを輩出している。エントリーは毎年2月頃に募集開始、春頃にはカセットテープ、またはビデオテープによる審査を経て、審査を勝ち進んだバンド十数組が初夏から夏にかけて全国47都道府県で行われる地方大会に進出し、各地方大会優勝の2組が夏から秋にかけて行われる。 各地区のブロック大会に進出。ブロック大会は9ブロックに分けて開催された。ブロック大会で優勝した各2組、計18組のバンドが毎年11月に東京、渋谷の NHK ホールで行われる全国大会に出場し、グランプリを目指すというもの。また、各地区、ブロック大会では2組に、全国大会では1組に審査員特別賞も贈られた。 これと並行して小林活也歌唱によるイメージソングガムシャラが作られみんなの歌で流れた。地方大会やブロック大会は衛星第2テレビと関東地方以外の NHK 総合テレビで放送され全国大会は当日衛星第2テレビで生中継された。第1回 BS ヤングバトルの全国大会は 1990年11月23日に NHK ホールで開催され、東京ブロック代表のガオがグランプリに選ばれた。第1回大会の終了後の1991年1月15日、出場したバンドの青春群像に迫った叫びロック青春列島というドキュメンタリー番組が NHK 総合テレビで放送された。 1996年よりタイトルをニュー BS ヤングバトルに解題するとともに地方大会が廃止されテープ審査を経てブロック大会全国大会に出場というシステムに変更された。1999年の第10回大会を区切りとして BS ヤングバトルは終了した。ありがとうございます。